サー、サムラに対しています。昨日タイムリーヒットを打っている浅村。おお、最後の打席、両選手のファインプレーされましたけど、はい、 あれもいいバッティングしてるんですけど、うん、そうなんですね、あれがヒットにならないと、はい、もう彼自身も乗っていけないですよね、はい、うわ、まあ、いいボールだな。今のが149キロ、当てるのが精一杯ですよね、うん、なんか立ち上がり三者凡退、中島そして中村を打ち取って、なんか吉川投手もどんどんなんか乗っていくような感じですね。そうですね、もう先を考える必要はないですから、はい、一人一人全力で、今日に関しては行ってほしいですよね、はいはい、本当に浅村選手もあのストレートに煽られたようなね、そういうバッティング、苦しいスイングになってます。それもやっぱりピッチャーのリズムがいいですし、はい、バッターのリズムに合わせてない、それを引き出してるのもやっぱり鶴岡選手ですよね。ライダーか変化球にもなんとか浅村が食らいついています。でも本当にストライクボールを自信持って投げ込んでますもんね、はい、ずっとバッター有利な、あ、ピッチャー有利なカウントでいってます。あ、スイングアウト三振、151キロ出ましたね、どんどん出てきますね、はい、コースもいいですよね。結構キャンプオープン戦の頃には非常に話もだんだん自信にあふれた言葉が出るようになってきていて、はいはいはい、